今日はですね、特に経営者の方に聞いておいていただきたい緊急警告みたいな感じなんですが、少しお話をさせていただきたいと思います。それは何かというと、賃金の請求権についてです。はい、どうも、社会保険労務士の大月です。いわゆる未払い賃金があった場合、これの時効が2年から3年に伸びる、まあこういうお話ですね。今年の4月1日の民法の改正に伴って、賃金の請求権が今まで2年間だったのが5年間に伸びました。ただこの5年間っていうのが、しばらくはまあ一気に伸ばしすぎだっていうことで3年間というふうに決められたわけですね。つまりどういうことかっていうと、あんまりいい話じゃないんですが、会社で未払い賃金がありました、こういう場合に今までは2年間遡ってそれを支払っていたわけですね。これが2年ではなく3年になるっていうことです。要は払い額が大きくなるということです。まあ、ここまでは当たり前の話なんでご理解いただけたと思います。ここで少し気にしておいていただきたいのが、2年が3年になるっていうことは、そんだけ支払い額がでかくなる。つまりその界隈でビジネスをしている方にとっては、ある意味これはビジネスチャンスになってきたということです。今までは2年間なんで、2年間未払い請求を代わりにやってあげて、いくら報酬もらえますかっていう中でその仕事をやっていたんですが、これが3年になるっていうことは、そのもらえる分も多くなるので、頑張っていこうって思う方が多くなるわけですよ。っていうとどうなるかっていうと、今まではあんまり言われてなかったようなことまで言われ始める。そこをついていけばいいんじゃないみたいな、そういうアイディアとかね、スキルを持った方たちがやってきますんで、今一度自社の中身を見直してもらいたいと思います。ここからが本題です。まあ、見直すにあたって注意していただきたい3つの点、これをお話ししたいと思います。私が経験上お話しすると、うちは大丈夫だからって言っている会社でも、まあちゃんとで見直しをするといくつか問題が出てくる。1つ目は勤怠管理がちゃんとできているかどうか。うちはタイムカードを入れてるんで大丈夫だよなんて言ってる方がいらっしゃるかもしれないんですが、タイムカードを入れているだけでは完璧とは言えないです。つまりどういうことかというと、例えばタイムカードをピットをして、その後に残って仕事をしている場合、これがその中間管理職になると、逆にそういうのをやらしていたなんていう問題が発生する場合があるんです。タイムカードではもう帰ってることになってるのに、実はパソコンは動いていた、これは働いていたんでしょうっていうことになるわけです。これが勤怠を見てほしいということです。こんなもん自分で好きにやってたんだろうとか、経営者がね、俺は知らねえよなんて言っても、ほぼほぼ通用しないと思ってください。実際に残業していたんであれば、それは払わなきゃいけないからです。まずは勤怠をちゃんとチェックしてくださいということ。まあどうやってチェックするかっていうと、あいつ結構やってそうなのに、なんかタイムカード上そうでもないよな、そういう人のパソコンのログだったりとか、あとはメールのやり取りの履歴とかっていうのを見てもらって、本当に仕事をしていたのかどうか、まあそういうのを確認をして、もしそこで払い損ねている賃金があるんであれば、早めに処理をしておいた方がいいでしょう。そして2つ目は割増賃金の残業代の単価についてです。少し前にセブンイレブンの方で、割増賃金の計算を間違えていて、何年か分まとめて払ったなんていう事例がありました。一人の担当者任せにしてたりすると、最初にその賃金計算のソフトを設定した時にそもそもが間違えてたりすると、もうそこからずっと計算が間違えてるわけです。そうするとその間違えてる分がずっと未払い賃金になる可能性があるということになります。ありがちなのは手当が増えたとかね、そういう場合に、まあ、給与計算上はそういう手当が増えましたっていうものをソフトに入力するんですが、割増賃金の単価計算にまでそれを反映させるのを忘れていて、結果として未払いが続いてましたなんていうことも結構ありますので、まあ今の時期にしっかりとその計算式をですね、しっかりと見直しておいてください。まあそれは就業規則もそうだし、実際の賃金計算の中身をチェックする、これがやっておいてもらいたいことです。そして最後3つ目、これはものすごく大きくなる可能性があります。何かというと、管理監督
者の見直し、まあ、管理職という、まあ、肩書きだけで実際には、そんな権限が与えられていないような人の場合、バリマ賃金が払われてなかったわけですから、それが管理職とは認められませんよという結果になったんで、未払いになってしまった割増賃金をまとめて請求した事例があったりするわけです。それが2年から3年になるということは、仮にも管理職っていう扱いだったんで、一般職の人よりも給与は高いと思います。その高い中で割増賃金を計算して遡って払うので、金額は莫大になる可能性があります。今のうちにですね、しっかりとその管理監督者、名ばかり管理職というものを見直して、しっかりと線引きをしておくといいと思います。それでは繰り返しになりますが、3つおさらいします。1つが勤怠管理、これをしっかりと見直す、チェックをする。2番目が割増の単価計算の計算式を見直す、チェックする。そして3つ目が管理監督者の定義を見直す、チェックする。名ばかり管理職になっていないかどうかを見直しておく、まあ、この3つをやっておいていただくと、まあ、そのローン管理上だいぶ綺麗になってくると思いますので、ぜひこれはやっておかれることをお勧めいたします。それでは本日は未払い賃金の賃金請求が2年か3年になるというお話をさせていただきました。皆様からの高評価、そしてチャンネル登録をお待ちしております。